はい、こんにちは、路地裏めだかです。今日はその3で見た三色めだかの F1 稚魚たちを見ていきます。今映っているのが親のめだかたちです。2ペア、オス2匹、メス2匹となってます。その2でも話したんですが、見ての通り種、白ベースで種が入ってて、あとはラメが入っているという状態で、ちょっと三色になりきってない、多分選別漏れの子たちですね。ここからうまいこと、三色っぽい子たちが出てくるかっていうのを、期待しているところなんです。ついでに横身も見ておくとこんな感じですね。特に何か特筆することはなくて、ちょっとケース的にはあまり面白みのない子なんですけど、ちょっと F1 でどういう形になっていくかというかですね。はい、これが F1 の稚魚たち、稚魚というかちょっと若魚になりかけぐらいですかね、の様子です。どうですかね、やはり上身見た目というのは親によく似た子が多そうです。ただほとんどは頭のところが親に似て、白ベースで赤っぽい色なんですが、ちょっと 1,2 匹、青い色であったり、ちょっと黒っぽい色の子が出てきているようです。さてどうでしょうか。ちょこまか動いているので分かりにくいですね。分かりづらいですが、今下から上にちょっと上がっていて、左側にいる子ですね。この辺がちょっと親とも他の子たちとも違うような見た目なのかなと。これがうまく伸びていって、ちょっと黒というケースが出てくるとすごい嬉しいなと思ってます。器を変えてみました。今上側にいる子ですね。これ隣に移ってきた子と比べてもらうと、頭の下あたりが濃くなってるのがわかるかと思います。メダカはすぐ見た目が変わるんで、今のところ何とも言えませんね。最後に横身もつけておきます。ただもう横から見るとさっぱり違いわからないですね。今映している子たちは全体で100匹近くいる中の一番大きくなっている子たちなんで、後続もありますんで、今後また日を追って形質もはっきりしてくるかと思いますんで、ちょっとまた様子を見ながら、変化があればアップさせていただきたいと思ってます。はい、ではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。